on the right. Shohei, you came to the States 6 years ago with the goal of playing the big leagues, but ultimately to play in the World Series. Now that you have that opportunity, what are the emotions that you're feeling to play in the World Series now?まあ、ワールドシリーズプレーするっていうのが目的で、6年前メジャーアメリカに来たと思うんですけども、やっとワールドシリーズプレーできるっていうことになりまして、どう思いますか？もっとやっと来たなというか、ここまでも苦しい試合も多かったですし、全員で本当につかみ取った、そういう素晴らしいゲームが多かったなと思います。I really feel like we finally arrived. I finally arrived at this stage. A lot of the games we played were really toughand hard to win, and was truly a team effort to get here. Go to the third row on the right side. Oh, この間、こちらです。プレーオフが楽しいという話をされたじゃないですか。例えばこう、頑張った分だけ喜びが大きいという言い方もあると思うんですけども、何がこうそこまでこう楽しくさせているんですか？まあ、単純にここまでプレーできているというか、何回も言ってますけど、ここまで、この10月のこの時期まで、プレーできるというのは本当に一握りのチーム、選手たちだと思うので、その時点でやっぱりこう恵まれているなというか本当に、感謝というかプレーできていること自体が結果はまあ必ずついてくると思いますけど、良かった悪かったは出てくると思うんですけど、やれているということ自体が素晴らしいことだなと思ってます。例えばじゃ怖いというのは一切ない？出た結果に対しては、ね、それはもちろん受け止めればいいですし、それはそれで自分の、今後の糧になると思うのでもちろんいい結果を望んでますし、そうなるように努力はしますけど、まずはプレーするということ自体が大事だなと思ってます、ね、Go to Dylan, second row. Obviously, you structured your contract the way you did so the team could be stronger. How glad are you that it resulted in this? Is this kind of what you pictured? 大谷さんの契約内容で、このようになるために契約内容をいろいろ変えたと思うんですけども、実際ワールドシリーズ出れてどう思いますかと。そうですね、ここを目指してもちろんやってましたし、そうなるように望んでましたけど、楽に来れたわけでもないので、本当に、全員が一生懸命自分のやることをやってここまで来れたので、あと本当に最後のシリーズ、自分たちの野球を貫き通せれば最高の1年になるんじゃないかなと思ってます。The goal was to get to this far, and I also pictured myself getting this far, with the contract that I've signed. And again, just being able to play in this kind of stage, with the team effort, and all the games were really hard, but you know, I'm just glad that we're at this stage right now. Go to the far right, third row. おめでとうございます。本当にこうずっと夢見てきたワールドシリーズだと思うんですけど、そもそもこう出たい、誰でもこう目指すべき場所であると思うんですけど、大谷選手にとってはワールドシリーズこうなんでこう目指してきたのか、その辺の理由とかっていうのは、そもそも逆に目指さない理由がないというか、このリーグでやってれば誰でもそこを目指してますし、そうなるように1年間頑張ってきてると思うので、全員がこのリーグでプレーしている全員がそう思ってるんじゃないかなと思います。Go to the middle and the fourth row. 大谷選手、今日のシャンパンの味も格別だったんじゃないかと思うんですけども、3度目のシャンパン、どんな味がしましたかっていうのと、あと、葉巻は試されましたか？葉巻は試してないですね。みんなで楽しくこうやってシャンパンファイトができて何よりですし、本当にさっきも言いましたけど、いよいよ最後のステージに来たなというそういう実感が今しているところかなと思います。あともう一つ、トロフィーを先ほど掴んでいらっしゃいましたけど、どんな重みを感じましたでしょうか？初めてのトロフィーなので持っていいよみたいな感じで、いい記念になったので、ワールドシリーズのチャンピオンのトロフィーも掲げられれば最高だなと思います。 Go to the second row right here in the frontSay, Shohei, so at one point I think you were 0-for-22 with no runners on base. Just wondering if there's anything you changed in your approach, or if anything, you talked to Doc a little bit about maybe moving down the order, if there was any change, or did you just keep swinging away? 走者なしで22打数0安打っていう
になってましたけども、何か特別に変えたこととか、何か打順を変えようとか、何か監督と話したりとかしましたか？特別に変えたことはないですね。もうやることはずっと言ってる通り変わらないので、自分のアプローチをしっかりとすれば、まあ、どんな状況でも、まあ、多少その状況によって変えるところはありますが、アプローチ自体を変えるということはないので、まあ、スモールサンプルの中の偶然起きた数字じゃないかなと思ってます。There's nothing in particular that I changed. Obviously, when there are situations, I do change how I swing. But in terms of my approach, I've been, you know, continuing with my approach the whole time. I do think it's part of it is just a small sample size. Go to the fourth row on the left side. Shohei, obviously the MVPs on this team are going to make all the headlines. But you have, you know, people that, you know, don't make the headlines, like Tommy Edman winning the MVP for the NLCS. Can you describe what it's like to be surrounded on a team where it feels like anybody can step up in a big moment like that? まあ、まあ、トミー・エドマンがMVP 受賞したように、まあ、本当に誰でも、この打線の中で誰でも、チームの中で本当に誰でも MVP になるような可能性っていうのは秘めてると思うんですけども、まあ、どう思いますか？まあ、トミーは間違いなく MVP だと思ってますし、まあ、このシリーズだけじゃなくてシーズンの途中から来ましたけど、まあ、本当に大きい仕事を数字に残らないところも含めて、本当に素晴らしい選手だなと思ってますし、まあ、誰かが調子悪いときに誰かがカバーするっていう、そういう試合が多かったと思うので、そういう意味では本当に、素晴らしい試合が多かったなと思ってます。You know, Tommy, I think clearly is the MVP. He does things not just this postseason, but during the regular season, contributing in places where it doesn't really reflect on the stat line. But you know, I think the common theme for this season has been that a lot of people, different guys, has been stepping up over the course of the season.The third row on the right. とパドレスにはダルビッシュさん、松井さんがいて、メッツには千賀さんがいました。こういう最高峰の舞台で日本人対決が何度も起きるっていうのは、日本の野球の高さを表していると思うんですけど、その点についてはいかが感じてますか？まあ、日本出身の選手だけじゃなくて、本当にラテン系の選手も数多く活躍してますし、まあ、そういういろんな国の出身の選手たちのプレーというのは自分自身にとっても参考になる部分は多くあるので、まあ、本当にレベルの高いところで日々学んでいる感じかなと思います。We'll take two more in the third row on the left side here. すみません。今日初回やっぱ先制されて嫌な空気の中で大谷選手が先頭で出て逆転につながったと思うんですけど、あそこの打席っていうのはこうマナイア選手に投手に対して、まあ、どういうアプローチでいってこう前回抑えられた投手に対してこう結果を出しに行ったのかっていうところ。まあ、嫌な流れではありましたけど、まあ、前回も抑えられていますし、素晴らしい投手ではあるので、なかなかこう自分の思い通りにいくような打席は少ない、チャンス自体が少ないんじゃないかなとは思ってましたけど、まあ、先頭打者としてしっかりとチームの流れを、まあ、戻せるような仕事はしたいなとは思ってたので、まあ、結果的に抜けてくれていい打席になったなと思ってます。あとこの一番大事な試合でこう登場曲変えられたっていうのはこう気分転換なのか、なんかその経緯を教えていただければ。特にはないですね。はい、フィーリングがいいということで選ばせてもらいました。We'll take one last one in the middle, third row. おめでとうございます。日本人にとっては、まあ、松井秀喜さんのワールドシリーズが強烈な印象に残っていると思うんですけど、まあ、大谷選手はおそらく中学生だったと思うので、その時のなんか記憶って残ってますか？試合を生で見てはいないですね。まあ、もちろんその MVP を取られたっていうのはもちろん知ってますし、ハイライトみたいなのを、ね、何回も見たということはありますけど、生では見てはなかったですかね。まあ、そのヤンキースとやるっていうのはまたなんか違ったものとありますか？注目されてると思うんですけど、まあ、もちろん素晴らしいチームですし、強いチームなので、自分たちの野球をしっかりとまずは、まあ、今日は今日で、ね、喜んでいいと思うので、また切り替えて、まあ、アウェーもアウェーで盛り上がると思いますし、楽しみにしたいなと思ってます。Thanks, Shohei. Thanks, Will.